さあってことは急遽ねスね鈴会駅で撮りましたけどねなんかね19日かな19日かなあかれだ。スタンプ隊っていうのが始まってるらしくてちょっと乗り換えして。 あ、それ,かへーこれだう。ええ。あなたええ、待って、あ、これ大し。で、かなあ、これか。大し。ええ。あ、<laughs> なるほどね。で、こっちはどういう説明をしておくええ、こうなってんだ。めっちゃミスった。よし。 えー、こんな感じで埋めてた。一応全域制覇するってのあるらしいけど。なかなか全域制覇ってね、そうね。西口はたと、熊野市とか勝ちこちばもあるもんな。まあ、東西南北。うん。まあ、宇どの駅がないだけ、もうらましか。うどの駅やったら泣くよな。うん。 一番気だとこほぼほぼだって、この前のあの、斎藤大南北端駅、完全制覇の旅とを被ってるのだ。西藤原、賢、あ、賢島の、何だったっけ。鴨駅だ。うん、で、実はちょうど、ここって15分後であ後から40分後に降るよ。降るから、それに乗るかって言っとった。えー。 対速目がやってくるね。これでタッキーが、で、タッキーってもなんか対象駅なんで、乗り換えが無理ですけど。まあ、一緒普通に。ちゅん。といか、そう。こんな感じです。あ、また、タれ,れですよ。だから、角か。うん。うん、なかなか大変やな、これ。全部、こともと。クわなぁ。クワなぁもあんのか。下深いクわなぁ。あげき、そはラ。ええ。 ニューガワ西風。一平均だけじゃないってなんかこれ見そうですね。で、えっ、ー、と、四日市はこれあ、JR 四日市とアスラロ四日市で、金隣、まあ実質近隣ですもんね。で、えー、犬山温泉が悪りの宇都部、アスラルが宇都部もあって、で、ここす、今来てる鈴川ですね。えー。 今思いつきで始めたんで、何もプランも考えてないよ。で、JR 西日本が出ますからね。伊賀上野に。で、まあそこからね、上野市。え、これ何やねん山基地でしたっけ。で、で伊賀神戸。はははで、さっきで、この小原市、い。や、あの、知れと書いてるけどめちゃくちゃ遠いじゃん。わお。